好きになる楽を旅する楽旅。良い一年でありますように。はい、皆さんこんばんは。さあ本日は7月の15日土曜日です。さあいよいよですね、祇園祭りもよいよい山ということで、先ほど18時を過ぎまして四条通りが歩行者天国になりましたので、今たくさんの人がですね京都を歩いています。まもなくだいぶですね太陽の方もゆっくりと西へ沈んでいきますので、夜のゆっくりとですね空が暗くなってくると思います。するともあたり一帯駒形提灯に明かりがついて、美しい宵山の風景が広がってくると思います。さあ今日はですねこちら活挙山の会所の方からお届けしています。拍手そもそも誰やねんというまあそんな状況から始まってるんじゃないかと思いますけども、今日はですね活挙山、祇園祭り先祭りを担当するお山の一つで、まあ、私たち活挙山と申しますけれども、まあ、ここ数日間はもうみんなでお祭りのちまきを作り、そして今日もですね朝10時30分から会所とお山の方のテントでちまきの銃やさまざまなですね縁起物、お守りとかまたは手ぬぐいなどをですね授与させていただいているということなんですよ。で、まあ活挙山の今日は皆さんにですね、昨年もちょっとここ活挙山のね2階から何もらっていいですか。いやいや、もらってないですもうずっと薄笑いですよ。いやいや、今昨年もおったなっていうことで言いました、言いましたよ、はい、あ、いましたね上野さん、はい、この辺でやってる風でしたよ。いや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 、ちまきを作ってる風でしたね。作ってる風じゃない本当に作ってる。作ってました、はい、エアちまきとかさないですか。ないですか。エアでずっと、大丈夫大丈夫、あのはい、ちゃんと授与させていただきますから、はいはい、ということで、まあ、上野さんとそしてですね三谷さんとそして岡田さんと今日はいろんなお話をですねちょっとお伺いしながら、実はまだ明日も宵山がありますので、縁起物の授与などで、まあ、この活挙山にお越しをいただける皆さんもいらっしゃると思いますので、縁起物も今日この後ねご紹介していきたいかなと思ってるんですよ。で、何よりも実は今年の活挙山、ごめんなさい。あ、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですよ。なんかありますか？あら、誰だろう。じゃあ、そしたらね、くじ取り式の模様をちょっとお二人でトークしてもらいながら、ちょっと今ね、急遽お客さんが来たということで、ちょっと下行ってきますね。まさか、まさかの抜けます。じゃあ、お願いしまーす。え、まさかの放置プレイ。え、はい、まあ、あの、はい、くじ取り式ということで、はい、あの、私たち、あの、まあ、恐れ多くもですね、あの、副行事という大役を拝命いたしました。正式で、はい、副使をさせていただきます。上野と言います。三谷と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、まあ、いきなりこう、放置された中で、くじ取り式について話せということで、はい、あ、戻ってきた。はい、戻ってきた。かくって言えば、はい、なりました。なりましたね。はい、話の腰を折りました、ね、はい。腰がうまく、あ、いいですね。もう普段から喋ってはるから。そうです、そうです。ね、やっぱり。まあ、あの、7月の2日にくじ取り式というのがありまして、はい、いよいよ週明けの17日に山鉾巡行、先祭りがありますけれども、その巡行順を決めるというくじ取り式、はい、ここに私たち活挙山では毎年、副行事という役職に就いた方が、その大役を担って京都市役所に行きまして、くじを引いて巡行順を決めるくじ取り式の大役を担うわけで、今年はこの上野さんと三谷さんが副行事ということで、まあ、いろんな準備から含めてね、はい、お務めをいただいてるんですが、どうですか7月2日緊張を、はい、三谷さんは2回目の、そうですね、僕は、まあ、まあ、予備くじとも言います。予備くじを引いて、はい、で、その後、まあ、本くじを引いて、本くじを引いて、巡行順が決まると。はい、決まるので、ですから、まあ、僕、予備くじを引かせていただく順番が、去年の巡行の順番。順番で引く。引く順番がそうですもんね。去年が山 3、4番か。山4番でしたので、
予備くじ、3番ですね。予備くじ3番で、だから3番目にくじを引いて、この後の本くじを何番目に引くかを決めたと。はい、で、その時は何番だった？5番ですね。はい、ということは、上野さんは、本くじが1、2、3、4人引いて、そこにいろんな番号がこう出てきて、5人目だったわけですよね。はいはい、まあ、イメージとしては、山1番を引く気しかしてなかったんですけどね。はい、はい、ね、もうそうですよ、狙っていったんですね。もうはっきり言って狙ってましたね。はい、はい、だからもう自分の中イメージとしてはもうくじをね、はい、高々と、はい、はい、掲げて山一番という感じでね、はい、山一番っていうね、練習を本番でしたもんね、はい、してましたね。はい、だいたいそういう練習しすぎるとダメなんですよ、本番。そうでなかったですか？いや、ね、この山一番っていう練習だけではなくて、うん、くじを引く練習もした。え、どういうことですか、それは。くじを引く練習。くじを引く練習。くじを引く練習。それはね、意味がないように見えて、実は意味があるんですよ。はい、くじっていうのはですね、まあ、紙をこう、まあ、番号が書いてあるわけですけども。はい、くじの。はい。それをその番号が用意されて、はい、最初にまあ、ちゃんと番号が、すべてあるなということで、まあ、角川市長さんがですね、1番から13番が揃ってる。揃ってるということを確認されて、はい、これで大丈夫ですということで、はい、で、山鉾連合会の、ね、副会長でしたよね、偉い方。偉い方が、おられるんです。この番号を書いた紙をそう、確か折っていって、最後、くってひねるんですよ。結構こう、飴ちゃんのように、ひねって、三方の上に置いて、はい、それで、くじが始まると、はいはい。で、ね、字が、ちょっと若干透けてるんですよ。それは、和紙のような形のね、はい、紙なんで。そうか、紙に書いて、それを裏返して、キュッキュッと折ってって、絞ってるんだけども、その紙を透けて、ちょっと見える何かが書いてるのは見えるわけですね。そうなんですよね。はい、だから、上野さんとしてはそれが。はい、まあ、だから練習というのは、その折った時に、うん、ですね、うん、その例年どういうふうに折られるかっていうのを、まあ、先輩方にこう聞いてたわけなんですよ、ね、はい、折り方を、はい、でそれでこう自分でこう紙で書いて折ってみて、うん、ひねってみて、うん、あ、この番号は折り目からこういうふうに見えるのかというようなところをですね練習したわけなんですよ。あれ確かね、番号も今のローマ数字とかローマ数字じゃないか、なんていうのかな、普通の数字じゃなくて、そうですね、1、2、3が難しの数字ですね。だから1っていうのが、まあ、こんな豆みたいな、ゼロみたいな感じですね。はいはい、で、2がこんなの武士じゃないですけど、あ、そうか、2ね、はい、会みたいな。三号周りの参拝の3。そうですよね。ね、だからそもそも最初はこうくじを引いて、はい、その、角川市長から渡されたときに、はい、読めなかったらもうどうしようもないじゃないですか。恥ずかしいね。はい。だからその、まず。これが1です、はい、2です、3ですっていうのを、ね、そうです、そうですね。勉強があって。そうなんですよ。だから若干ね、漢字が苦手なもんですから、ね。はい。で、その緊張感もあって、書いてみて、ひねってみたんですよね。そしたらね、見え方っていうのがあるんですよ。おぉ。で、1の見え方。ちょっとね、その豆の角が見えるんですよ。あ、裏からでも。パッてひねった瞬間、豆の角が見えるわけなんですよ。あ、一番下のところが見えるとか。見えるとね。で、実はね、多分あれだなっていうのがね、あったんですよ。あって、なぜそれを引かなかったのかっていう。もうその通りですよ。まあ、実は、結果からするとね。そうなんですよね。で、時ね、うん、すごくこう緊張するような感じで、まあ、なんですね、黒門付き、はい、羽織袴、はい、で行くわけです。清掃で行くわけなんですよね。はい、で、京都のその議会のですね、はい、もうなかなか入れない、非常に、ね、はい、入れないところに、はい。もうすぐ行くんじゃないですか、でも。また、そりゃもう ご自分の話をされてる。いや、もう、立候補するとき言ってくださいね。わかりました。もうね、本当に。くじを。はい、で、その、もうそういう荘厳な感じで行くわけですよ。うん、だからもう緊張バリバリなわけですよ。あ、緊張バリバリ。もう緊張バリバリなわけですよ。はい、で、それで、こう、いろんな所作をね、はい、最初に習うわけなんですよ。うん、その所作に、その粗相がないように、こういう作法でもして、引いてください。引いてくださいと。で、あくまでもそういう厳かに、うん、はい、その、やってください。やりましょうと。やりましょうっていう、そういう、最初の注意があるんです。はい、で、その所作も気にしながら、うん、で、ちゃんとこう、お辞儀もですね、こう一礼して、ちゃんとこう、途中まで所作、まあ自分の中で、うん、まあ、うまくいったわけなんですよ。はい、で、それで、門川市長の前まで行きまして、ね、うん、行って、はい、行きまして、パッとその豆の端っこが見えた感じがしたんですよ。その瞬間、本当はそこでね、はい、一礼しないといけないんですよ。はい、で、その瞬間、パッて手が伸びたんですよ。手が伸びた。もう所作を間違って、所作どころではない。緊張から来る。もう緊張から来る。これを取らねばね。もうその位置が見え、あれ位置だと思って、パッって手が行きかけた、ね。手が行きかけたんですよ。うん、で、ハッハッと振りに我に返って、るとで、こう一礼したんですよ。一礼して、一礼して、
パッと戻ったら、どれか分からなくなった。あれ、見えてたのが、見えてたのが、粗相によって見えなくなった。あるはずの、あの豆の端っこがない。なくなった。あれ、角がね。あれもしかして、市長、こう、散歩をふふってやらないやられたのか。ないように。映画ないし。そうなんですよ。で、こう、もう分からなくなって。もう、あーって迷って、で、こう、2個ぐらい迷ったんですよ。はい、で、こう、迷い橋のように、一瞬、こう、はい、こうなったんですよ。で、もうなんかこう、加藤さんがちょっと、にやっと。何をやってるんだ、こいつはと。でも、素直に聞いたのが、はい、多分その豆の横だったんです。横だったんですよ。で、結果としては、はい、結果としては、山4番。4番ということで、いや、でもこれでも十分いい、ね、まあ、ありがたい。で、前の方でね、はい、全体で言うと、なぎなた歩行。で、山が3つ来て、観光歩行が来ての6番目ということになりますので。ね、本当に。十分ありがたい。十分素晴らしい国を、はい。私たちにとってはね、もうご縁のあるね、観光歩行のすぐ後ろ。それはもう1番の方がでもよかったですよ。1番の方がよかったですよね。いやいや、あの素晴らしいお囃子をね、やっぱり拝聴しながら、はい、そうですね、巡行させていただけると。韓国さんの後ろで、ゆっくりとね、巡行できるということになりますんでね。それは本当にね、あの、嬉しい、はい、4番だったんですけど、ね。ということでね、17日は、はい、山4番での全体6番目の巡行ということになりましたのでね、はい、ぜひ、あの、竹山皆さん、はい。さあ、もうちょっとね、話させてほしい、まだあるね、エピソードがありまして、ね。では、山1番、はい。これがどうなったのかというところ、そうだ。結局ね、そうなんですよ。先ほどのその山一番のその豆の文字がなくなったというのは、なんかね、一番のくじが逃げたようなんですよ。はいはいはい。で、その逃げた一番は、最後の最後に逃げるんですよね。最後の最後、山十、あの、予備くじ13番で引いたのが山伏山さんで、山さんそれが、結局は山一番。山一番です。もう13番目を引くというのは正直ね、予備くじとして13を引かはったら言い方悪いですけど、もう絶望的かなというのは、ね、なかなかもうね。一番は絶望的というのは、一番は誰にも取れないであろうという。残りくじだけですもんね。自らが何か引くことはできないんですよ。そうなんですね。だから予備くじで12番のね、方が、その、山1番じゃなかった瞬間、はい、その議場にどよめきが。もうみんなわかってるわけですよね。最後に残った山伏山さんが山1番になると。ざわ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 っていうのを、あの、こう生で聞かせていただいて。それあの、ね、山伏山さんは、したらもう緊張感なく一番を確信して、もう期待感のみで、はい、それ以下の市長もちょっとこう、うん、あのあれ笑顔でいらっしゃったんで、うん、もうそれはもう一番でね、皆さんみんな分かってるんですね。人間はもうすべて一番しか残ったの分かってますんでね。はあ、そしたらもうそういう意味では山一番も今回奇跡の、もう今までにないんじゃないですか、ね、なんか記憶にもないですよね。だいたいね、まあ言うたらこう、うん、5番引かせていただいて正直ホッとしたんですよ、うん、はい、なんでかというと、まあ大体5番ぐらいやったらまだ1番が残ってるやろうなっていう、例えばこれがそれこそ13とかを引かは、はい、引いてたら、あ、もうね、うん、先ほどのように、うん、ね、1、ね、番はもう絶望的やっていうのがあったのが、今回はね、13人全員に1番を引くチャンスがあってっていうのはね、それこそあの京都らしい言い方ですると、山伏山さんに残しておいたと。残しておいたね。位置がもうずっとこう逃げて、はい、みんなが残してあげたと、はい、そして山伏山さんは引かしていただいたという形ですね。ですね、いや、もう今良い山、多くの人が今ね、はい、繰り出してますけども、すごいんじゃないですか、ですね、山伏山さん、山一番のお山は、はい、ちまきもやっぱりたくさん縁起物としてね、はい、皆さんあの授与されますので、はい、今大にぎわいになってるんじゃないかと思いますね。いや、でもどうですか、そのくじ取り式を終わられて、いよいよ今度また巡行、ね、巡行でね、副行事でお供することになりますけども、はい、あの恐れ多くもまたあのお山の前を ね、あの先頭で会長の後ろを、もう本当に緊張の連続ですよね。はい、あの、こんなんなりませんか、あの右足、いや、それ以前に、あの、袴の右端に全部足が2本入って。よくありますね。片方に袴を履いてるというね。履いてるというありますね。ところから始まってしまう、袴がない、ね。袴前後前。袴前後前。あの、袴の下履いてないとか、ちょっとあったらしいですけど、ね。まあ、そういうの見かけませんけど。はい、見かけましたね。はい。なんか、そういうハプニングがありますからね。心落ち着けて、はい、ね、そうですね、あの、ぜひ17日の巡行、はい、ともして、
はい、三谷さんどうですか、はい、巡行の心。そうですね、はい、もうね、まあ、とりあえず皆さん無事でね、はい、回ってこれるように、頑張りたいなと思いますね、はい、今37度の予想気温になってます ね、月曜日、はい、ね、体だけはね、なんとか、ね、はい、うん、無事に ね、それだけですよ ね、 ですね。私もカラスマ御池あたりの観覧席で解説をさせていただく日程になってますので、はい、皆さんの有志を、はい、で上野さんがしたら、はい、ウインクしますんで、もうちょっと大きなリアクションそうですね、はい、上野さんとかね、 ありがとうございますね、うんうん、はい、上野さん、何でしたっけ、サムアップ、アップ、アップ、上野さんって、わかりました。という形でね、はい、ぜひその優勝ですね、楽しみにしてますので、皆さんもぜひですね、活況山、山4番で、全体6番目の巡行で、観光歩行の後ろを巡行させていただきますので、まず会長が歩かれて、その後ろに副行事のお二人が歩かれますのでね、もしかしたら会長がちょっとね、後ろに行かれたらもう先頭になってますからね。そうですね。そうですね。ね、ということになりますので、ぜひ素敵な巡行ですね、期待したいかなと思います。さあ、そして今、まさに宵山ということでね、もう今、この会所の前もすごい人が今、歩いてますもんね。すごいですね。すごいですね。で、実は昨日の朝10時15分から、この会所でのちまきの授与が始まったんですけども、昨日ももう、朝から、そうですね、ね、行列で、本当に暑い中皆様お待ちいただいてですね、ちまきを授かって帰っていただいてるんですけども、まだまだ活気山ですね、今、たくさんのスタッフでですね、町内の皆様で授与させていただいておりますので、ぜひ、今日も夜の10時から11時ぐらいまで、で、明日もまた10時15分から夜いっぱいまで授与させていただきますので、ぜひこのあたりお近く通られましたらね、ぜひ立ち寄っていただきたいと思いますけども、もうここにもちょっと需要品がね、こう並んでいるんですけども、今年のやっぱり一つ皆様に手に取っていただきたい需要品と言いますと、これね、初の需要品としてこの登場しましたのがね、小判とお守りなんですよ。ちょっとこう大きくね、皆さんに見ていただきますけども、こういう形で小判とお守りがありましてね、こちらが実は今回初登場なんですよね。これはやっぱり活気山と言いますと金運がね、皆様に授かれますようにというご利益もありますので、黄色い金運のカラーで、これは岡田さんがデザインをしていただいたということで、これどんな経緯でこのお守りが今回はですね、数年前から話はあったんですが、やっぱりちょっとコロナ禍でもあって、ちょっと話が立ち消えてたっていうのもありまして、で今回お守り作りかけてたお守りを復活というか、まあまあもう一回ちゃんと形に作り直そうということで、はい、デザインして、でまあまあその時にちょっとお守り制作されてる会社さんが、こういう小判型の、まあ全然デザインは違ったんですが、小判型のこういうのも最近やってるんですと見本を持ってこられたんですね。こっちですね、はい、うん、あ、これはもうちまきにも入ってるような、まあ素材はもう全然こちらは金属でできておりますね。結構しっかりした金属ですよね。はい、でもうこれはちょっとまあそのね、お守りを制作しておられる会社さんに、あ、もうぜひとも、いやいや、それは自分で探してます。はい、ね、これ結構皆さん大人気で、こうカードケースに入れたり、お財布にもスッと入れておけば、まさにお財布は金運を招きますからね、一番いい形になってましてね。ほどほどの大きさで、ちゃんとビニールの袋にも入ってましてね。これが今結構人気で、やっぱり今年初めて登場したんですよねということで、親善で当番してましても皆さんお声掛けいただいて、どれが今年から出た小判型のお守りですかということで、これ結構今人気ですね。こういう形、神社にはね、よくこういう形のお守りあります。これもでもやっぱり色が鮮やかですよね。でもやっぱり人気なんですけど、この小判がやっぱりね、人気になってますね。こう後ろになんか文字がね、書いてるんです、これがね。こういうね、いろいろこう、やっぱ活気山のゆかりをデザインして、岡田さんはもう今、いろいろですね、活気山では手ぬぐいもね、授与させていただいてるんですけども、
手ぬぐいのデザインも、はい、ね、まあ、いろいろしていただいてまして、ね、まあお世話になりますなってまして、ちょっと自分でもどれぐらい作ったかなっていうのは分からなかったもんで、うん、でざっとね調べてみたら12作ぐらい作ってるんで、そんなに、はい、でも今はもう作られてないのもありますし、うん、もうね、はい、人気で絶版になってるやつも、はい、まあこの辺はちょっと版がまだ残ってて、でこれは、ま、色を変えたりとかね、うんうん、はい、そういうこともありまして、この私が持っている緑と上野さんが持っている水色、はい、これもねやっぱり色鮮やかで遠目から見て多分皆さんがね目が惹かれるんでしょうね、神前にスーッとこう吸い寄せられるように来て、これお求めになる方もいらっしゃったりで、非常にこうシンプルなデザインのね、縦横の綺麗なこのスタイリッシュなデザインのですね、こちらのこれはね手ぬぐい人気なんですよね、はい、門がこのように並んでるのは掛山の屋根と申しますか、日尾石王子って言ってるから、あの掛山には屋根がついておりまして、その屋根のまあまあこう屋根がこうは上にあってね、そう、それをモチーフにしたっていう、はい、だから屋根のこのまあ山と言いますかね、その縦横の線とそこに八坂さんの、はい、門がね、門実際こういうふうに並んで3つずつ入ってる、入ってますもんね、はい、だからそういうね、あの、はい、まさにこれも掛山にちなんだ綺麗な美しいデザインになっているということで、でまたこれもね、そうですね、斬新なデザインでね、大人気の、これはね、僕がデザインしたものではないんですが、うん、かなり前に、ね、はい、あったものをちょっと数年前に復刻して、うん、版があるもんですから、今年も作ったと、はい、これも人気ですね、はい、それからこっちは今年の新柄の一つですね、ご神体の閣居さんと小人形さんとね、はい、顔がね、これはご町内の方が、絵を描きに、これちょっとした皆さんに大きく見てもらいましょうかね、はい、これもちょっとカラフルで綺麗だと思います。まあ、このちょうど今、町家の中でね、このご神体を飾りさせていただいてますけれども、うんうん、まさに本当にこのうり二つのお顔が、お人形さんとしてね、ご神体でお飾りされていますけれども、まあ、それをあしらってね、真ん中に黄金の釜がちゃんとあるということでね、この金運が上がる、まあ、掛山らしいですね、綺麗な、まあ、手ぬぐいになっているということですね。で、まだまだ、実は今年もう一個新柄があったんですけれども、すでに、はい、すでにソールドアウト。ソールドアウト。この二日目のよいよい山のお昼にしてもうなくなりまして、もうやっぱりこの三連休と重なってきまして、今大きな賑わいとなってますので、まあこの授与品もちょっと明日どれぐらいまで持つかという、そうですね。ね。何よりもちまきが、はい、ね、どうなるんですかね、ちまきがね、時々ね、やっぱりこのなぎなたほこさんでまずちまきがなくなりますよね、するとかんこほこさん、でかんこほこさんなくなったら次月ほこさん、月ほこさんなくなったら順番で言うと次私たちですから、皆さん活気山に来てくださるんですよ。でも時々ね、もうしゃあない、これでいいんだよね。言ってしまう。そういう人がいるんですよ。中にね。はい、まあ、でもこれは授与だと。そうですね。ずっとそこを抑えてね。はい、いや、どうぞこれはもう、疫病退散のご利益はどのちまきも一緒で、しかも私たちは金運のね、縁起物でもありますので、ぜひぜひということでね、おすすめをしてるんですけどもね。それはもう皆さん多分ね、掛山をご存じないんですよ。ね、そうですね。やっぱその言われをね、ぜひちょっと知っていただけるとね、あ、今年は掛山で、いうことでね、来られる方もいらっしゃると思いますから、だからまあぜひ、明日の夜の22時ぐらいまでは、ちまきはそこまでちょっと残らないかもしれませんけどね、
まあ、ぜひお買い求めいただいてですね、私たちも授与させて、縁起物としてですね、授与させていただきたいと思いますので、ぜひまた、ちょっと暑さ対策とね、そうですね、にぎわいがすごいですから、そのあたりちょっと要注意しながらね、気をつけながらですけども、お越しいただきたいと思いますね。さて、これから、いよいよ山がですね、さらに深まっていきますけども、この後、皆様はどんな動きをされますか？あれ、上野さん、いや、誕生日は明日ですよ。あ、そこへの、あれですか。あ、そうです。もうおかげさまで、本当に、毎年、良い山、毎年って、まあ、当たり前ですけど、誕生日、はい、良い山に。あれ、年に3、4回誕生日があって、いろんな、違う人といろいろお食事してるんですよ。いやいや、そんなこと配信するみたいな。そう。で、ねえ、明日でも誕生日。はい。ねえ。もう、ここで、はい。ここで、はい、ここでご奉仕させていただいて。そうですか。はい。感謝の気持ちを。毎年なんか誕生日でいないなと思ってたんですけど。あ、いや、いない。明日はやる。明日はやる。明日、そしたら、まあ、一日ご奉仕をして、あさって巡行。巡行ですね。年を一つ重ねて、はい。ね、大人になって巡行する。大人になって、はい、そうですね。ね、はい。巡行するということですかね。はい。今日は夜は、はい、もう夜も、ここでご奉仕、はい、させていただきます。もちろん。はい。ちょっと声が上ずりました。ちょっと大丈夫ですね。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。で、もう三谷さんはね、本当に昨日もほぼ、ずっとここにいらっしゃって、今日も朝から、ね、清払いの儀式からずっとですもんね。やっぱ私もですよ。一緒に清払い。はい。あ、いましたね。そうですね。はい、もうね。はい。礼服でね。そうですね。礼服で。礼服で。ビシッと、ビシッと。まず清払いの儀式に出られてのいうことなんでね。今日明日は、どのような感じになるんですかね。また明日も、ご応援させていただこうなと思ってますね。はい。じゃあぜひ三谷さんのお顔を見つけましたら、三谷さん、巡行頑張ってくださいということでね、ぜひぜひ。ね、お声掛けをいただけたらと思いますね。小原さんはどうでしょうか、今日明日は。ね、まあまあ、仕事の多少都合もあるんですけど、そうですね。あ、そうだ、これから、神前当番か、天祖当番ね。はい。ね。はい。7時から当番だから、もうちょっと。いかな。全然大丈夫ですよ、ね。なんかお仕事の電話には出ないとかおっしゃいました。いやいや、そんなことない。どういうことですか？いやいや、このお祭り中は。そうですよ。一応お休みのね、週末ですからね。その間にちょっとまあ仕事を追い込んでね、パパパッと。まあ明日も当番入ってるんで、その時間は来させてもらいます。はい。で、最後の片付けぐらいまでは、多分行けると思います。あれですか、17日の巡行の日は、あ、歩きます。歩きますね。そうすると、この副行司さんとして前を歩かれて、その後ろに、岡田さんも上下を着て、はい、巡行されると思いますので、皆さん、沿道でぜひね、ご声援などを送っていただきまして、市場通りを行くときは、ちょっとね、神様へのお供ということで、あまりこう手を振ったり、ね、声をかけることができませんので、市場通りは、こう、神事として見守っていただきまして、で、河原町に入ると、まあ一応戻りということになりますので、ちょっとまあお水も私たちも飲めたりしますしね。はい、ちょっとまあ知り合いがいたら、ちまきをお渡ししたり、いうこともできますのでね。そのあたりでお声掛けをいただければね。特に何があるわけでもないですけど。何かもらえるかもからね。そうですね。もらえるかもしれませんね。バラの花束とか。はい、そこはちまきでしょ。ちまきですか。そこはちまき。そうですか。バラ出すのやろ、頑張って。はい。いっぱいいっぱいね、この紙の中にね。そうです、そうです。こうなんかいろいろ入れておいてね。三谷さんはあれですよ。やっぱり清水焼の湯飲み茶碗にします。それで水をね。はい。小倉さんもデザインしたこう、手ぬぐいで。汗拭いて。ね、汗拭いていうことでね。現実用的ですね。ね、ありますからね。はい。ぜひぜひね、まだ今日が良い良い山、明日が良い山、そしていよいよ17日が巡行ということになりますのでね、先祭りとしては、まあ、ひとまずそこで、はい、ただ、お片付けもね、うん、そうですね、巡行終わってすぐに。はい、すぐね。はい。今度、誰が丸山に行く？丸山、多分私も行きそうかな。そうですね。ね。行く、行きます。岡田さんと私とかね。まあ、今回、紹介しようというね。ね、副行事ですからね。毎年ね、サウナのようなところに。サウナのような。いや、でも13日はだいぶ、楽でしたね。気温がちょっと落ち着いて、雨の日でしたので。
まあ、そんと楽でしたので、はい、ただ17日の午後は、そうですね、はい、今季最高気温になりそうな、でも炎天下に温められた蔵の2階ですからね、もう完全なサウナ状態ですね。京都で一番暑いとこですよね、あそこ。はい僕もあそこほどね暑いとかあんまりないですよね。あの汗のかき方が尋常じゃないですもんね。玉の汗が、ね、玉の汗で、あのそうですね、白糸の滝かというような、ね、本当に滝のように、その状態で化粧品をね、うん、大事な大事な化粧品をね、やっぱり納めするということで、ね、そうそうそう、汗が落ちないかでもいつもそれを、そう、化粧品がやっぱり ね、はい、ね、ドキドキしながら汚れてしまってはなんでね、はい、本当にそのあたりは気をつけながら、うん、ね、本当文化財のお飾りがたくさんありますのでね、また17日の午後にお片付けをさせていただいて、大体夕方の4時から5時ぐらいには全てが終わりまして、山じまいというね、山じまいをして、まあ1週間後ぐらいに足洗い、ね、皆さんでお疲れ様ということでね、まあ、反省会含めて行ってということなんですが、まあ、祇園祭り全体としては、まだこれは先祭りということになります。17日の巡行の後にいよいよ八坂神社の神様がおみこしに乗ってこの京都の町にお出ましになります。神幸祭が行われて1週間、高島百貨店のすぐ西側にありますお旅所に滞在されまして、1週間皆さんがそのお旅所にお参りをされることになります。その後再び21日、22日、23日あたりが後祭りの宵山で、またね、先祭りとは違って、あの屋台があまりそうギラッとは出ませんので、昔ながらの素晴らしい風情あるですね、祇園祭りの宵山が後祭りに行われますので、そして24日の午前中の後祭り山鉾巡行、そして夕方から夜にかけまして観光祭で神様が八坂神社にお戻りになるということになりますので、そして7月の31日の八坂神社駅神社における名護市の祭りで最後の1ヶ月にわたる壮大なる祇園祭りが締めくくりとなりますからね。そういう意味ではまだ序盤と、序盤ですね、ちょうど半分の今日15日ですからね、まだこの後後半半月があるということになりますのでね、ぜひ皆様も1ヶ月かけてまだまだ楽しんでいただきましてね、先祭りだけではなくて後祭りの方もですね、ぜひ楽しんでいただきたいと思いますね。最後に何か言い残したことは大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、でぜひまた皆さん掛山に今日明日お越しいただきましてね、このお顔を見つけましたらぜひねお声掛けをいただいたらと思います、はい、ということで本日の配信はこの掛山の町会所の中の、これ全然説明してなかったですね、本当ですねこれ何が見えてるんだということになってるかもしれませんけども、ちょうど昨年の配信をご覧いただきましたらね、ちょうど昨年この会所が新しくなりまして、この建物と建物をつないで大屋根がつながったんです。これ2年前だったらここはね空中に私たち浮いてるんですよね、中庭というか中庭でした ね、 そうですね、はい、でその大屋根でつないで2階のフロアがここまで伸びて、奥に蔵が見えてるんですよ、蔵が。でということで、この蔵の中にいろんなお祭りに使っている大切なお祭りの道具ですとかね、まあ机とか椅子とかテントなんかもいろいろ入ってます。でお祭りの道具をですねここで出してきては、今まさにお祭りをしているということになりますんでね、この素敵な日本建築学会賞上谷先生が取られましてね、その作品としてこの活況山の町会所が歴史に名を刻んだと。本当ですね、ね、日本で一番権威のある建築の賞、はい、学会賞を受賞されたというその先生が、はい、まあ、この設計を手掛けられたこの建物ということになりましたので、今でも毎日いろんな、先日昨日も文化庁の方が視察に来られたり、京都市の方ですとか、いろんなそういう建築関係の方も視察に来られて、建築家の先生も、ね、来られてますね、来られてますので、まあ、そういう意味では素晴らしい素敵な会長の方でねお祭りをさせていただいているということになります。こんちきちんが、あ、ですね、本当に日和神楽かな、日和神楽、このこれぐらいの時間です。いや、市場傘がこっちに、お林やっぱ聞こえてくる、聞こえてくる、ね、ああ、こんなに聞こえるもんですかね、結構、うん、ちょっと皆さんのマイクを通してはちょっと聞こえてないかもしれません、結構ね大きなこんちきちんのですね、市場笠穂さんのお林が今聞こえてましてね、もうお祭りというのはこう賑やかに神様が喜ぶそんなね雰囲気を作って疫病退散を願うということになりますので、
まあ、私たちもこの後大いに反省会と称しながら泡の麦ジュースが、ね、はい、はい、ジュースですよ、あ、ジュース、ジュース、うん、麦ジュースですから、はいはい、アルコールはちょっとわかりませんけど、入ってるか。麦ジュースです。ジュース、ジュース。麦ジュースです。はい、で、ちょっと時間によっては反省会をするかもしれませんけどもね。まあ、それも祭りの一つですからね。まあ、反省しないと先に進めないですよね。反省ばっかりですね。反省。そういうか。そこか。ということで、本日の配信終わりたいと思います。どうでしょう、最後にあのいつもの合言葉やってもらっていいですか、はい。きっともっと京都を好きになる、この好きになるというとこ皆さんも大合唱いただきまして、最後手にはハートマークを作って、今日は活挙山の4人で皆さんに元気をお届けします。皆様からもたくさんの元気を祇園祭り活挙山にお届けいただきたいと思います。それでは行きます。きっともっと京都と祇園祭りを好きになるということで、本日は活挙山スペシャルとしてこちらの町会所の方からお届けしました。上野さんと三谷さんは副行事としてこれから大きな大役に臨まれます。岡田さんも紙下を着て巡行されます。岡田さんデザインのこの手ぬぐいもたくさん明日までお待ちしておりますので、ぜひ皆様今日明日明後日と活挙山にご注目いただきたいと思います。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。では私はポチッと消してきます。3人の笑顔で終わりたいと思います。ありがとう。